本日ですね、同性パートナーに犯罪被害給付金の支給を求める裁判で、最高裁において、弁論記述がありましたので、その報告をさせていただきます。本件は20年以上、連れ添ってきたですね、パートナーを、殺人事件で亡くした、この上告人内山さんが、犯罪被害給付制度の遺族給付金の支給を求めたところ、上告人内山さんとパートナーの方が、同性同士、男性同士であるということを理由としてその支給の要件には当たらないということで不支給とされたために、その裁定の取り消しを求めているという裁判です。で、この犯罪被害給付制度という、の遺族給付金という制度の、受給権者ですね、その給付金を受け取ることができる第一順位の人としては配偶者となっていて、その配偶者には、法律上括弧書きで婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものというふうに規定されています。で、この事実上婚姻関係と同様の事情という文言に、この同性の被害者とですね、同性の方が当たるかどうかというところが本件の争点になっています。本件ですね、まず社会的意義として、この反給付法の事実上婚姻関係と同様の事情にあったものという文言に同性の関係が含まれるかどうかについて初めて最高裁で判断されるということになります。事実上婚姻関係と同様の事情にあるものというこの文言を使った法令というのが約230件あります。その判断というのが他の法令の解釈にも影響を与えるということが考えられます。これまで、最初 の、 裁判になる前の申し立てから私たちずっとやっていて、裏切られてきた、何回も裏切られてきたという気持ちがある、なので期待したい気持ちと、その期待するとそれが裏切られて悲しくなる気持ちの半々がありますというのがコメントです。